今回は、パプリカ。監督は、今里氏。2006年の作品です。他人と夢を共有する、最先端のテクノロジー、PC ミニが、精神医療総合研究所から盗まれ、以後、次々と、研究者の精神が侵されて、危険な白日夢によって、彼らの生命が脅かされます。事件の解明に動く、謎の夢探偵、パプリカの活躍を描きます。声の出演は、林原めぐみ、堀勝之助、古谷徹、大塚明夫ほか、筒井康隆の同名小説が原作。驚異的な表現力で、おぞましくも、絢爛豪華な悪夢を表現。日本を代表するアニメクリエイター、今里氏の代表作の一つです。